手挙げるな。ありがとうございます。それではその賛成少数。私でいいの？はい。一番ごとお名前を言って、ご質問をお願いいたします。16番の田中です。まず沖電機と警察の皆様にお礼を申し上げたい。私は大企業のいじめ談合違法行為、また 大企業と癒着した正義感欠落警察、司法を誇り高い正義の司法へと改革すべく、呼びかけのご方向を続けています。そのご方向を盛り上げるために、間抜けな悪役を演じてくださるご方向、職場で続くいじめ、集団ストーカー行為、さらには毎年の大混乱株主総会、業績悪化も顧みない悪役のご奉公、誠にありがとうございます。今や世界にいじめと戦争が蔓延している。沖電機がその先駆けとなった功績や見上げた問題を屋根屋の何とかと言わざるを得ない。高尾警察におかれましては、歌っている人がいる、座っている人がいるといった事件性のない110番通報を口実に、若い警察官を人件費を使ってたびたび派遣していただき、正義の警察、正義の司法実現へのレクチャーの機会、誠にありがとうございます。この度はご奉公中の私のバイクに放置車両の表彰を貼って写真を撮り、なんと私が見る前に剥がす、お得意の証拠捏造まがいのご奉公までやっていただき、そこまで私のご奉公を盛り上げてくださるのかと感涙の思いであります。警察を批判したウェブメディアに対する弾圧、主婦が自転車カバーを切った動画があるという嘘、点数獲得目的の交通過剰取締り、ストレス解消としか思えない職務質問、殺人事件証拠でっち上げの数、枚挙にいとまがない、そして大企業への天下り、株主総会私腹臨席、談合を起訴しない、集団ストーカー行為を放置する、癒着の証明をご証明するご奉公、頭の下がる思いであります。質問は、先ほど私が申し上げました悪役ご奉公の数々、コンプラ研修の中で取り上げたことがあるか、毎年のこの大混乱株主総会、質問に答えるパフォーマンスのご奉公はありがたいんですが、その損失をどう評価するか答えなさい。悪役のご奉公は健康によくない。ここいらで正義の味方のご奉公に転じられる方がよかろうかと存じます。共に胸を張って菩薩の道、正義の道を歩もうではありませんか。神仏に帰依するとも人の言葉に盲従することなかれ。南無阿弥陀仏、南無釈迦牟尼仏、南無妙法蓮華経、アッラーファクバル、アーメン、エトセトラー。以上です。質問に答えろ。質問に答えろ。コンプラコンプラ言うばっかしで、未だにいじめやってるじゃないか。沖電機を辞めた女性ジャーナリストに対する嫌がらせをやめろ。未だに談合をやってるじゃないか。談合をやめろ。集団ストーカー行為をやめろ。質問に答えろ。コンプラコンプラ言うだけで何にも反省していないじゃないか。今まで裁判で負けた人権侵害、
コンプラで取り上げたことないだろうが、沖電機を辞めた女性ジャーナリストに対する嫌がらせ、いまだにやってるじゃないか。すごい重大なことを言ってんだよ、おじさん。いまだにいじめられてるやつがいるんだよ。いじめられてるやつのこと考えてみなよ。嫌がらせいまだにされてるやつがいるんだ。関係ない簡単には。そんなこと関係ないか、おじいさん。質問に答えろ。答えてないぞ。警察は証拠でっち上げをやめろ。証拠捏造、殺人事件の証拠でっち上げ、いい加減でやめろ。警察を批判したウェブメディアに対する弾圧をやめろ。ストレス解消のための職務質問をするな。過剰交通取り締まりをやめろ。企業の中の人権侵害を放置するな。労働運動に敵対するな。市民運動に敵対するな。正義感欠落警察を改革しろ。誇り高いに日本の警察を実現しろ。天下りをするな。大企業と癒着するな。株主総会に私服出席するな。談合を放置するな。集団ストーカー行為を放置するな。警察は正義の警察を目指せ。検察は正義の検察を目指せ。裁判所は正義の裁判所になれ。沖電機は正義の企業になれ。その方が自分のためだぞ。成仏できないぞ。沖電機は反省しろ。警察は改革しろ。検察も同罪だよ。裁判所の正義の裁判所になれ。警察の証拠でっち上げを認めるな。違法な手法を改めろ。国民のための司法になれ。無罪の人間を有罪にするな。いい加減で正義の警察になれ。うるさいな、本当に。大事なこと言ってんだよ、こら。ちょっと待て。あんたうるさいなって言ってるけどさ、ちょっと待て。自分を名乗ってそれを言えるのか。無責任で生きるな。人間として生きろ。どうも今日はご参加ありがとうございます。ということでいいかな。終わりですか。よかったね。ご苦労さんです。ご苦労様です。はい、皆様ご苦労様、ご苦労様。はい、ご苦労様でした。はい、ご報告終わり。あ、もちろん、よろしく。はい、石島さん、石島さん、はい、石島さんです。今年は出ていただきました。これアップしておきます。また共に戦おうではありませんか。はい、よいしょ。 OK、 お疲れ様です。じゃあ、はいはいはい、また、はい、こんな実態だと思って。